エクスパンダーシステムエクスパンダーシステムは機械類の稼働部で使用される拡張機構を持つ機械式のピン。建設機械やクレーンのような製鉄所、発電所等の工場設備、屈作用重機等、幅広い設備機器の稼働部で使用される。1986年、スウェーデンのオートビラベリに本拠を置くエクスパンダーシステム社が開発し、販売を開始した。単に、 エクスパンダーとも呼ばれる。2016年に同じくスウェーデンのノルトロックグループが同社の株式を100%取得したことにより、現在はノルトロックグループの参加企業となっている。それに伴い国内ではノルトロックグループの国内法人であるノルトロックジャパンがエクスパンダーシステムの販売を行っている。多くの機器の稼働部には駆動軸として瓶が差し入れられているが、 ピンの抜き差しを可能とするため、ピン穴はピンの軸径よりもわずかに大きな径になっている。このため、ショベルカーが土砂をすくやげるときのように、可動部に荷重が伝わった際、ピンは応力方向に動いて穴の内部で繰り返し打ち付けられることとなる。これによって数のように穴が摩耗によって変形してしまう。特に建設機械であれば、 ショベルカーのアーム先端のバケット等のアタッチメント部の可動部は摩耗が激しいことで知られ、メーカー各社もピン交換時等に摩耗の点検を推奨している。エクスパンダー機構図エクスパンダーシステムのピンは使用される機器可動部の摩耗を防止する機能を有しており、その機能は下記の機構によって実現されている。可動部に両端が テーパー形状に加工されたピン軸を差し入れる両端に、スリットの入ったスリーブを差し入れるスリーブの上から、ネジ部にザガネを組み入れる両端のボルト、またはナットを締め付けると、ザガネがスリーブを奥に押し込むスリーブが、軸のテーパーに沿って開き、可動部ピン穴内の遊びを埋める、機器可動部に摩耗が発生して、穴が広がると、機器にガタつきが生じて、作業効率を損なう。 一般的な摩耗への対処としては、肉盛りと呼ばれる溶接作業で摩耗分を補填した後に研磨、塗装を行ったり、ブッシュと呼ばれる挿入剤を使用している場合はそれを交換する。エクスパンダーシステムはピン穴内部の隙間をなくすことで、応力集中による摩耗自体をなくし、蒸気のような摩耗に対処するメンテナンスを低減することを目的に開発されている。 エクスパンダーシステムには、ナット締めやボルト締め等の締め付け方式の違いの、他にも、可動部の周囲に障害物がある場合に使用するもの、それらのグリースを表面に塗布するか内部に注入するか等、様々なバリエーションが用意されている。1950年代のスウェーデンにおいて、エバースト・ゲルハルトのスベンソン兄弟は一台の、ブルドーザーを所有して、道路工事の事業を営んでいた。 しかし、ブルドーザーの稼働部に繰り返し発生するピン穴の摩耗によって、高額な修繕費とブルドーザーを使用できない修繕期間の機械損失に屁歴していた。ある日、またしてもピン穴の摩耗によって稼働部がガタついているのに気づいたエバースは豪に癒し、ピン穴の摩耗部分を埋めるため、使い古しの錆びた釘を穴に打ち込んだが、これがエバース自身も驚くほどの効果を上げた。 これがエクスパンダーシステム開発の契機となり、イコースベンソン兄弟は自らの重機にエクスパンダーシステムを使用して道路工事の事業を続けた。その後、エヴァースの息子であるロジャーがこの製品技術の特許を取得し、エクスパンダーシステム社を1986年に設立。翌1987年、エクスパンダーシステムはスウェーデンの産業大臣より、 アルフレッド・ノーベル記念革新技術開発賞を受賞している。1990年代にはアメリカ合衆国に進出し、エクスパンダーアメリカズ社を設立。2006年にはアイオワ州に自社工場を設立。2016年7月にノルトロックグループの参加となった。スウェーデンのエクスパンダーシステム社のホームページで確認できる採用事例のうち、 主なものを書きに示す。その他の事例については、同ホームページを参照のこと。エクスパンダーシステムは、KDX と呼ばれるオンラインシステムを有している。これによって、オンライン上で、天気モデル別のエクスパンダーシステムを参照することができ、当該システム内でオンライン発注を行うこともできる。また、3D モデリングを用いて、エクスパンダー社のエンジニアとオンライン上で、 製品設計についての修正や要件変更等のやり取りを行うこともでき、同製品のユーザーはこのシステムを使用するためのアカウントを開設することでこれらの機能を利用することができる。ありがとうございます。